八島の戦い。八島の戦いは、平安時代末期の元略二年、樹英四年二月十九日、千百八十五年三月二十二日に、佐抜国八島、玄高松市で行われた戦いである。自称、樹英の乱の戦いの一つ。樹英二年、千百八十三年七月、源義仲に敗れた兵士は、安徳天皇と三種の神義を奉じて、統ち、 九州な財府まで逃れたが、在地の武士たちが抵抗して、ここからも追われてしまった。兵士はしばらく船で流浪していたが、阿波国の田口のある吉に迎えられて、佐抜国屋島に本拠を置くことができた。樹英三年、1184年1月20日、鎌倉の源の頼朝と義仲の抗争が起き、義仲は滅びた、宇治川の戦い。 その間に兵士は吉中に奪われた湿地を回復し、勢力を立て直して、摂津国福原まで進出する。しかし、頼朝の弟のノリより、吉常に攻められて、大敗を喫した、一の谷の戦い。この戦いで兵士は一門の多くを失う、大打撃をこむった。兵士は、八島に代理を置いて、本拠とし、平と守を対象に、長徳に彦等にも、 拠点を置いた。兵士はこの拠点に有力な水軍を要して、瀬戸内海の制海権を握り、諸国からの効能を抑え力を蓄えていた。一方の鎌倉法は水軍を保有していなかったため、どうしても彦島、四国攻めに踏み切れず、急戦が続いた。後白河法王は三種の仁義の返還と減兵の和兵を打診させる使者を、平宗盛へ送るが、 宗盛はこれを拒否した。一の谷の戦い後、範頼は鎌倉へ帰還し、義経は頼朝の大官として刑に止まった。その後、義経は議内の軍事と治安維持を担当することになる。頼朝は後白河法皇に義経を総大将として兵士を討伐したい胸の意見を創生した。この体制に基づき、義経の指揮の下、梶原景時を 摂津、美まさか、土井真平を、備前、備中、備後の総追武士としその地域の死たちを統制に乗り出したほか、大内恒良、山内恒都市、豊島遊行などが、機内の総追武士となった。一方同年6月、頼朝は朝廷に創上して、乗り寄りを、三河守、一族の源の広綱を、駿が守る、平賀義信を、武蔵守に任官させ、 頼朝は、治療国主となり、関東治療国を獲得した。同年7月、後白河法皇は、安徳天皇を廃し、その弟の高平親王を三種の仁義がないまま、即位させた。後鳥羽天皇である。これにより、朝廷と兵士は、完全に決裂した。梶原景時、土井真平らが、三陽道に乗り出したが、6月に入ると、 八島に残る平家の勢力が再び山陽道に及び始め、その地の鎌倉御家人たちが平家にたびたび襲撃されるようになる。そのため西国への大規模な出兵が必要となった。その山陽道遠征軍の指揮を取るのは当初義経が予定されていたが、7月に入ると、今度は機内で3日、兵士の乱が勃発し、その 機内の反乱を鎮圧するのに義経は専念せざるを得なくなる。そのため頼朝は山陽道への出兵の葬式者を乗り寄りに変更した。同年8月7日、乗り寄り率いる和田義盛、足利義兼、北条義時ら戦記が鎌倉を出立した。3日、兵士の乱は鎌倉法御家人、佐々木秀吉が戦死するなどの激しいものであり、三田そのものが鎮圧された後も、 首謀者の一人である藤原忠清などの行方が分からずとは、軍事上の不安を抱えている状だった。その頃、お都の治安維持に、義経が必要不可欠であると判断した、後白川法王は8月に、義経を警備市場に任じた。8月27日に則よりは入居して追悼しに、任じられ、9月1日に3万余機を持って、刑を発し、九州へ向かった。 山陽道を進む乗り寄り軍は10月には秋国に達し、12月には備中国富士との戦いで平行森の軍を撃破している。だが、乗り寄りの遠征軍は長く伸びた戦線を兵士軍に脅かされ兵糧の調達に急し、関門海峡をとももりに抑えられており、船もないため九州にも渡れず進撃が止まってしまった。一旦は、 長戸国まで進出するが、兵糧が尽きて、巣王国へ後退している。範りりは休状を訴える書状を次々と鎌倉に送っている。侍どころ別島の和田義盛ですら鎌倉へ密に帰ろうとする事態になり、範りり軍の将兵の間では、沿線気分が広まり全軍崩壊の危機に陥った。思わしくない戦況に、鎌倉の頼朝は焦燥した。一方、 ケに泊まっていた義経は、ゴ白ラ法王に引き立てられ、9月には、十五石下に上り、10月には、昇殿を許されている。義経は、ゴ白ラ法王との結びつきを強めた。原略2年、1185年1月に乗りよりは、文語国とス王国の豪族から兵糧と兵戦を、調達して、ようやく、文語国へ渡ることに成功。2月1日、り,りは、 筑前国足屋裏で兵士法の原田種名を破る。のりよりは背後から彦島の友森を突くことを起とするが平線が不足して実行できなかった。この苦境を知った義経は後白河法皇に西国出陣を創上して許可を得た。2月、義経は摂津国の水軍渡辺島と熊野別を不可志像の 熊野水軍そして河野通信の伊予水軍を味方に、つけて、摂津国渡辺津に兵を集めた。出港直前の2月16日に、後白河法王の使者、高階安恒が、渡辺津に来て、吉経に、大将が先人となることはないと経営、戻るよ法王の意を伝えている。これに対して吉経は、自分には、存念があり、先人となって討ち死にする覚悟があります。 と決意を述べている。この頃まだとの治安維持には義経が必要不可欠と見られていたからである。しかし義経は、その静止を振り切って、出陣に踏み切ることになる。この頃のりよりが九州から引き上げるという話が、ありこのことが平家を勢いづかせることが懸念されていた。平家物語よれば、渡辺津を出向するにあたり義経は、 戦奉行の梶原景時と軍議を持ち、景時は船の身体を自由にするために逆ろをつけようと提案した。しかし、吉経はそのようなものをつければ兵は尻ぞきたがり、不利になると反対する。景時は進むのみを知って尻ぞくことを知らぬは猪し者であると言い放ち、吉経は初めから逃げ支度をして勝てるものか、私は イノシシ武者で結構であると言い返した。サカロ路論争である。影時は深く遺恨を持ち、後の頼朝への残言となり、義経の没落に繋がったとされる。しかし、東鏡、玉葉の記述から、この頃影時は、乗り寄軍と行動を共にしていたという見解が、有力であり、平家物語のこの逸話は虚構の可能性が高い。2月18日午前2時。 暴風雨のために、諸将は、出港を見合わせ、先導らも、暴風雨を恐れて、出港を拒んだが、義経は老頭に命じて、弓で先導を脅して、わずか五層百五十機で出港を強行する。同日午前六時に義経の船団は、暴風雨を突き通常三日の航路を四時間ほどで、阿波国勝浦に到着した。あ鏡に、牛の時、午前二時に、 船5層で出発し、うの時、午前6時椿浦浜に着く、通常は3日の行程と記されている。4時間で到着したことになるが、これは、東鏡がが、出発日、または、到着日を1日間違え、実際には1日と4時間の航行時間だったという、見方が有力である。なお、かつて、大阪南港徳島港間を運航していたフェリー。 徳島半身フェリの所要時間は3時間30分であった。勝浦に上陸した吉常は、在地の武士、近藤近志家を味方につけ、八島の兵士は、田口重直、を、田口成義る吉の子が3千機を引いて、伊予国の港の通信討伐へ向かっており、千機ほどしか残っておらず、それも阿波国、佐抜国各地の津、港200機、50機と配しており、 ヤシマ手薄であるとの情報を手に入れ、好期と判断した。まず、義経は、平士法の豪族、桜庭良園、田口成吉の弟の間を襲って打ち破る。その後、徹夜で、佐野帰国へ進撃して、翌2月19日に、ヤシマの対岸に至った。この頃のヤシマは、独立した島になっていた、江戸時代の神殿開発により、陸続きに近くなった。 ただ、今なお総員川によって隔てられている。干潮時には、牙で島へ渡れることを知った義経は、教襲を決意。貨幣であることを悟られないために、義経は、周辺の民家に火をかけて、大軍の襲来と見せかけ、一気に、屋島の代理へと攻め込んだ。海上からの攻撃のみを予想していた、兵士軍は狼狽し、大量捨てて、 ヤシマとアジ半島の間の真弓の裏浜付近の海上へ逃げ出した。やがて、源氏軍が意外に少数と知った、兵士軍は、船をヤシマ、アジ半島の岸に寄せて、激しい野戦を仕掛けてきた。平家物語によれば、兵士の猛攻に義経の身も危うくなるが、老刀の佐藤継くが義経の盾となり、兵士随一の豪遊、平野ノりツにいられて打ち死にした。 嗣信の,の墓は、安治半島側の群れ町須崎寺に、また激戦の中で、嗣信邸の中心にいられて討ち死にした、平野のりつねのわらべの菊丸の墓は、八島東町団の裏にある。なお、東鏡によれば、のりつねは、八島の戦い以前に、一の谷の戦いで討ち死にしている。夕国になり、急戦状態となると、兵士軍から、美女の乗った小舟が現れ、 竿の先の扇の的をいいよと挑発。外せば、源氏の名売れになると、義経は、手だれの武士を探し、畑山重忠に命じるが、重忠は辞退し代わりに下屋国の武士、那須重郎を推薦する。重郎も傷が言えずと辞退し、弟の那須与一を推薦した。与一はやむなく、これを引き受ける。与一は海に馬を乗り入れると、弓を構え、ナム八万。 大菩薩と神仏の加護を唱え、もしも、謝損じれば、腹をかき切って自害線と覚悟し、かぶら矢を放った。矢は見事に扇の柄を射抜き、矢は海に落ち、扇は空を舞い上がった。しばらく春風に一もみにもみされ、そしてさっと海に落ちた。平家物語の名場面、扇の的である。美しい夕日を後ろに、赤い日輪の扇は白波を浮きつ沈みつ漂い。 沖の兵士は船端を叩いて簡単し、陸の源氏はエビラを叩いてどよめいた。これを見ていた、兵士の武者、年五十ほど、黒川おどしの鎧き、白井のなぎなたを持っている者が、京に乗って、扇のあった下で舞い始めた。義経はこれもいるように命じ、与一はこの武者も射抜いて、船底に逆さに居倒した。平家の船は沈まり返り、源氏は再びエビラを叩いてどよめいた。 あるものは、あ、いたといい、あるものは、心ないことをと言った。怒った兵士は再び攻めかかる。激しい合戦の最中に、吉経が海に落とした弓を、敵の攻撃の中で拾い上げて帰り、こんな弱い弓を敵に拾われて、これが、源氏の大将の弓かとあざけられては末代までの地軸、と語った、平家物語の弓流しのエピソードは、この際のことである。 2月21日、兵士軍は、指導裏から上陸を試みるが、義経は80機を率いて、これを撃退した。平家物語には、この時、わずか15機を率いた、義経の老頭の伊勢義盛が、田内重直の3000機を降伏させたと、いい話がある。やがて、渡辺津から出港した、梶原景時が率いる鎌倉方の大軍が迫り、兵士は、 彦島へ退いた。八島の陥落により、兵士は四国における拠点を失った。すでに九州は、乗り寄りの大軍によって抑えられており、兵士は彦島に孤立してしまう。義経は水軍を編成して、最後の決戦である壇の裏の戦いに臨むことになる。菱沼和則、国立歴史民俗博物館科研協力院は、著書、 源の義経の合戦と戦略、その伝説と実像、角川戦争、2005年で、この合戦について、以下の説を述べている。思わしくない戦況に、頼朝は義経へ、八島攻撃の命令を出した。義経は、機内の海運関係者である、淀江内忠敏と、摂津元氏と関係の深い水軍、渡辺党を取り込み、文事元年。 1185年1月、渡辺島の本拠地、渡辺津へと赴き、1ヶ月間、兵糧の集積と平線の準備を進めた。吉爪都会以前、紀伊水道を取り囲むき、淡路、佐抜、淡では、半平家分子が生じていた。樹影2年、1183年、淡路で、源頼中の子、鴨萩義継と、源頼方の子、 淡路家カジ久が、藩兵家分子によって担がれて拒兵している。結局、平野ノリツらに鎮圧されたが、六家土合戦、藩兵家勢力の休網のためには、現時の統領格の人物が必要とされていたことを示している。そこで義経は、阿ワの藩兵家勢力と連絡を取り、自らは少数で、阿ワへ渡り兵を集めつつ迂回して陸上から攻め、 カジワラ・カゲトキは大規模な水軍を要して海上から攻撃するという作戦を立てた。2月、義経は、阿波へ都会し、近藤地下志家の案内によって桜館を攻めた。桜館は、平家最大与党、阿波民部大部の近親者である、桜場農園の城で、阿波国賀に隣接する平家法の重要拠点であった。この攻撃により、 平家は海に孤立する島以外の拠点を失った。その後、義経軍は八島も攻め落とした。影時率いる主力の水軍は、風雨によって到着が遅れた。2月19日、平氏軍は、指導裏から上陸を試みるが、鎌倉方に撃退される。3月16日、八島の西の島、佐抜国志枠省にいた平家軍を海上から、 影時軍が陸上から、義経軍が攻撃し、平家は百層余りで、秋国五福島に退いた。また、森正明は、論文、古代阿波国と国軍機構の中で、当時の阿波国内の状況について論じ、田口成吉は、山縁樹、自称2年10月19日以上の記述により、阿波田成吉が正しく、阿波国の在庁官人で、 阿わた氏の一族であったとする。一方、近藤氏は、獅子方にの陰謀で、兵士政権に処刑された、最高、藤原氏公の一族で、藤原氏を本生と称した、阿わ国の在長官人であり、近藤近氏家もその一族の一人であったとする。森は、会期的であるが、古代氏族系府修正、古代氏族修正会、1986年では、親家を、最高の子とする。 近藤氏は院に、阿渡氏は平家に接近して、国が機構の中で勢力を競合させていたが、獅子形にの陰謀によって、近藤氏は筆足を余儀なくされていた。近藤氏はそうした経緯から藩平氏の動きに高応して、近藤近志家の義経への情報提供につながったと、する。なお、平家滅亡後、阿渡なるよ親子は処刑されたものの、成長の一族と見られる、阿渡しげが、 藤原、近藤、親家と共に、阿波国の有力財調官人として引き続き、活動していたことを示す戦時、兼任4年2月17日付、戦時、鎌倉文千四1433号、山和春日神社文書書集が残されており、あなた、近藤領氏がその後もその勢力を保ったと、見られている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。